皆様こんにちは、サイアスホームの小厚です。あさとです。今回ご紹介するのはリビングテラスでおうちカフェする家です。住宅街に建つ床面積30坪の平屋は、周囲の視線を外すよう設けた塀が上手に長屋をつなぐリビングテラスでおうちカフェする家です。 LDK を広く感じさせるリビングハイルーフや廊下のトップライト、テラス横の坪庭も必見です。今回は敷地が59坪となっており、建物が30坪の平屋のお家となっております。お車は並列で3台停めることができ、ほうきで入ったような跡をつけた箱引き仕上げの仕様となっております。雨の日でも滑りにくく安全な駐車場となっております。外観はホワイトカラーとなっております。外壁塗装はシリコン系の塗装を使用しており、表面の密度が高く汚れが定着しにくいのが特徴です。そして玄関ポーチは名古屋モザイクのコットメントというタイルをセレクトしております。グレーの色味をセレクトしており、落ち着いたトーンで全体をナチュラルにまとめております。今回の玄関ドアはリクシル製のエルムーブ51型を採用しております。クリアベージュというカラーをセレクトしておりますので、ナチュラルな印象の玄関となっております。またスライドドアは小さなお子様や女性の方でも簡単に開け閉めすることができます。そして今回はスマートタッチキーを設けておりますので、カバンから鍵を取り出さなくても簡単にドアの開け閉めをすることができます。続いて玄関のご紹介をいたします。こちらの玄関は 2.5 畳の広さとなっております。タイルは玄関ポーチと同じタイルを使用することでつながりが感じられ、広く見せる効果がございます。またこちらには回遊ができる 1.8 畳のシューズインクローゼットをご用意しております。棚は可動式にしており、靴の高さに合わせて調整することが可能になっております。続いてリビング横の洋室をご紹介いたします。こちらは広さが約 4.6 畳の広さとなっております。シューズインクローゼットからの出入りも可能な使い勝手のいい洋室となっております。続いて LDK のご紹介をいたします。こちらの LDK は22畳の広さとなっております。また LDK を L 字型に配置することで、多くの方角に窓を設けられるため、明るい LDK にすることができます。またこちらのキッチンとダイニングを 横並びに配置することで、配膳だったり片付けだったりがしやすい動線となっております。
続いてキッチンのご紹介をいたします。広さは約8畳の広さとなっております。キッチンには TOTO のザ・クラッソのアイランドタイプを採用しております。ワークトップには、クリスタルカウンターを採用しており、すり板ガラスのような見た目で光を取り込むカウンターが特徴です。またこちらにはタッチレスきれい除菌水を採用しており、水垢やぬめりを防止する役割がございます。また水栓はタッチレスになっているため汚れないのが特徴です。またこちらにニッチなども設けており、キッチン周りをすっきり見せることができます。続いてリビング横のテラスのご紹介をいたします。テラスへと続く窓を3枚の引き違い窓を採用しており、高さを2メートル20センチにすることでリビングをより広く感じることができます。こちらの敷地は四方を住宅に囲まれているため、目の前に壁を設けてリビングとダイニングと併設した場所にテラスを設けております。でこちらのタイルはパンテックのビッコシリーズというタイルを採用しておりまして、木目調のタイルとなっております。広さは 2.5 畳の広さとなっておりまして、こちらの扉の向こうにはファミリークローゼットとつながっているため、家事楽な動線となっております。この玄関ドアはディクシルのエルムーブ51型をセレクトしております。カラーはクリアベージュを採用しております。スライド式のドアは続いてキッチンのご紹介をいたします。広さは約8畳の広さとなっておりまして、キッチンは TOTO のザ・クラソ続いてキッチンのご紹介をいたします。広さは約8畳の広さとなっておりまして、キッチンには TOTO のザ・クラソちょっと待ってやばい難しいです。